今日から二人は夫と妻になります。結婚生活に真っ先に飛び込もう。神経質、優柔不断、インスピレーション系、あなたはどのような花嫁ですか？夫婦の新しいタイプの花嫁に関する動画をご覧ください。ボーイフレンドがいつあなたにプロポーズするかは決して分かりません。生涯にわたってこの瞬間を待っていました。もちろん指に指輪をつけて、どれ？このせっかちな花嫁はもう待てません。この式はあとどれくらい続くの？老け込んじゃうわよ。それまで十分よ。さ、早く夫婦の誓いをしてください。 What? さあ来て夫。これでよし。この花嫁は長い間、特別な日のために準備してきました。50g 増えてる？ドレスが合わない。今すぐ減量しないと。結婚式まであと12時間。真剣に体を絞ります。ドレスは完璧にフィット。これで水分を取ることができます。うそー。この花嫁は全ての理想がとても高いんです。まっすぐ立って。ストップ、ちょっと曲がってるわ。それから笑顔ね。パーフェクト。ちょっと待って、ちょっとちゃんとやって。ストップ。カメラマン、もう少し横に、後ろに下がって、そのまま続けて。はい、ストップ。スピーチが退屈すぎるわよ。もっと感情を込めて楽しそうにやってもらえる？こういう感じよ。発音も滑舌もいまいちなんだよね。みんな、なんで一つもまともにできないの？あるカップルは自分の結婚式の日に寝坊してしまいます。来て、寝坊した。あと5分寝かせてよ。急いで支度して。でも花婿はまだ寝ています。引きずってでも連れて行かないと。しっかり結んで出発。プロポーズは予想外の感動的な瞬間です。時々少し感動しすぎることも。誓いますか？本当？人生で最も幸せな日なの。彼女はとても忙しい人です。ねえ、結婚してくれない？何？ちょっと待って、聞こえないわ。ベッドで朝食。ちょっと待って、電話では。結婚今日じゃないか。多分今。また遅すぎた。
かわいそうな彼はガールフレンドの注意を引くために一生懸命考えました。これは合併に関する非常に真面目な提案です。承知しました。同意しますわ。メイクに8時間かけています。ハクションガーン。初めからやり直し。この花嫁は彼女のブライドメイドにいたずらするために結婚しました。いくよ、キャッチして。これで最後。ははは、残念でした。この花嫁はまだ夫を決めていません。たくさんの選択肢があります。あなたにするわ。こっちに来て。そう、右側のあなた。花婿コンテストで優勝よ。いつまでも幸せに暮らしましょう。この花嫁はのんびり屋さん。今どこ？今日結婚式だよ。覚えてるよね。準備万端で待ってるんだけど、もうすぐ着く？まだ準備ができてないから、明日に変更しましょう。彼はホラー映画が大好きです。ヒロインにプロポーズします。結婚してくれますか？結婚式は7日後にしましょう。青白い花嫁のお父さんが花嫁とウェディングロードを歩きます。今二人は夫婦になりました。さあ、花嫁にキスして。わあ、僕も結婚したい。すべての女の子はその瞬間を待っています。今ドキドキする。なんて可愛い犬。そうだね、私たちもう付き合って10年間だね。ついに来たわ。これ似合うと思って。イヤリングだけ。まだ待たなければいけないようですね。さらに10年後。ねえ、もう待てないや。ついに。一体いつになったらシートベルトちゃんとするの？安全を学ぶのをずっと待ってるのに。ああ、がっかり。そしてあなたが本当に何にも期待してない時。ねえ、結婚しようか。びっくりだわ。完璧なタイミング。やったー。ついに。ずっと待ってたのよ。花嫁のタイプはいかがでしたか？あなたが最も気に入った花嫁を教えてください。指輪がいっぱい必要な花嫁、完璧主義、感情的、ビジネスウーマン。そして皆さん、このビデオにいいねしてチャンネル登録とベルをクリックしてください。夫婦の面白い動画をお見逃しなく。